今回の質問はですね、自称進学校というブラック企業にいる方です。第2弾、はい、ですね。まあこれはですね、はい、できんならそれは3科目やった方がいいですわな。まあそうですわな、武田塾チャンネル。悩んでるよね、みんな。悩んでます、うん、いやもう浪人生は本当このね1ヶ月終わって、その後ねちょっと自分の今進捗を確認するのと、あと、うん、まあ、現役生はねまだあの部活やってる子多いと思いますから、うん、はい、あの部活終わってから勉強始めるんじゃなくてもう今から始めてほしいと思いますね。できることをね特別って形で、はい、うん、まあ、その中でねもし迷うこととかあったら、はい、ぜひ相談してほしいと思いますので、そのね受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。 山見先生、はい、今回の質問は何ですか？今回の質問はですね、うん、自称進学校というブラック企業にいる方です。第2弾、はい、ですね、コーリーですと、うん、まずは科目を絞って勉強した方がいいと高田先生がおっしゃっていたのですが、うんうん、例えば英語だけをある程度のレベルまで一気に進めるのか、うんうん、もしくは英語と数学の2科目を、同時に進めるのか、うん、もしくは3科目同時に進めるのか、どれが一番いいと思いますか、うん、ちなみに文系ですと。なるほど、いう質問です。おブラック企業、ね、ブラック企業、うん、ブラック企業で3科目できんならブラックじゃないんじゃないかって気がしないでもないけど、まあ宿題が多いとかですね。そうですね、はいはい、まあこれはですね、はい、できんならそれは3科目やった方がいいですわな。まあそうですわな、うんうん、あのただ1科目あたりの時間がどれだけ割けるかによると思うんですよ、うんうん、例えばね、はい、あの1日で勉強できる時間が5時間とかありますっていう状況だったら、はい、3科やっても別にいけるとは思うんですよ。そうですね、でもこれ1時間しかないって言われたら、はい、これもう1科目しか無理じゃないですか、物理的に。そうですね、うん、なんか20分20分20分やってもちょっとそうだね、うん、って感じですよね、うん、まあ1科目に使う時間は最低1時間は取った方がいいんじゃないかなとは思いますけどね、うんうん、いやそれこそ単語しかやらないですとかだったら30分でもいいかもしれないけど、うんうんうん、まあ、それだとそもそも成績上げるとこまで、ね、量が割けないだろうなっていうのはあるし、現代文ぐらいじゃないの30分とかできるのって話になるから。そうですね、うんうん、基本あの科目を増やすと知識のキープが大変になるっていうのがまずあるんですよね。ですね、うんうん、だからそれを踏まえると基本あの、うん、まあ、最低1時間取ればいいけど、うん、基本2時間は取った方がいいだろうというのが自分の意見ですね、うん、1科目の勉強につきっていう、うんうん、だから確かに現時点で、うん、取れる時間が2時間なら2時間以下ならもう1科目の方がいいし、うん、2時間が超えてくる3時間とか4時間ならば2科目考えてもいいんじゃないかなっていうところかな。はいですね、うん、まあ、あとはまあ科目から考えて多分英語と数学の2科目同時に進めるのかって言ってるので、うん、まあ、英数国ですかね、多分文系で3科目やるとなると、うんうんうん、はい、まあ、数学だと1年間だと結構きついですかね。そうですね、まあ、科目の負担から考えたら、うん、この状況であれば英数ですよね。英数やんないとですよね、うん、ちょっと、まあ、でもやっぱり時間少なかったら、まあ、英語やるしか、英語数学どっちかやるしかないと思うんですけど、うん、まあ、1日1時間2時間しか取れないのだったら英語か数学を今はやって、うん、夏休み入ったらもう片方追加してみたいな。そうですね、3時間ぐらいやれるなら英数やればいいんじゃないかなっていうところかな。はい、うん、ですね、はい、なのでまあ、うん、ブラック企業で大変だと思うんですけど、まあみんな頑張ってますからね。そうですね、ただこの質問にブラック企業であることあんま関係なかった気がまあまあまあ、しないでもないんだけど、はい、はい、またブラック企業の方とかホワイト企業の方とかあのコメントお待ちしてますんで。ホワイト企業ってさ、はい、受験勉強におけるホワイト企業って放置されてるって話、いいかどうかはちょっと微妙っていう話になるよね。まあまあまあ進学校は熱心にね課題出してくれてるって話もなるから難しいところですね、はい、まあちょっと次の機会でそういうのも話したいと思います。はい、はい、じゃあ今回は以上です。はい、中森先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね新企画のあの、はい、背景としてですね新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ、そんなシリーズができちゃったんですか？そう今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひねあの、はい、直前期だったりもしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、うん、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、はい、おすすめですねこれは。そうですね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります。それはこちらですね、はい、最強のサイトですね。はい、
さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら。コント登録してください。はい。お願いします。で最後、で今いろんなね、質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね、来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。